皆さん、こんにちは。マーキーです。今回もですね、カウンターストライクコンディションゼロデリティッドシーンズの、実況プレイの方をやっていきたいなと思います。今回はですね、新アイスでいいんですかね。冷たい氷っていうことで、こちらのステージをやっていきたいなと思います。で、なんかの船の中に侵入、ここからですね、侵入してきたみたいなんですけども、よく入れたなぁと、ああ、なんか潰した。コクローチですね。コクローチでいいんですかね。こいつらがちょっと、おぉ、また潰してしまった。自分大嫌いなやつのゴキブリ。皆さん、知ってるっていうか、皆さんも嫌いだと思うんですけど、好きな人多分いないと思うんですけど。じゃあまずですね、このゴキブリたちを倒していきましょう。いい音鳴りますね。実際こんな音鳴りませんよ。でも、どうしたかな？まだいる。よし、OK。まだ音鳴らないな。お前か。取れない。お、これ、この前使った強い銃じゃないですか。で、ここを開けると、まだゴキブリがいそう。と思ったら、いいサイクルを見つけましたね。この冷蔵庫実は開くんです。イースターエッグが入ってるんで、まあ皆さんも開けて確認してみてください。お、お前が最後か。よし、オッケー。じゃあ進んでいきましょう。で、今、なんだろう。UMP か。UMP と、この、なんていう銃だかわかんないけど、強い銃が手に入ったんで。で、ここに弾とかなんかいっぱいあるんですけども、皆さんここ取れないっていうか、なんか、ここに何も、その登っていけるものがないから、その、あそこ取れないんじゃないかと思う方がいっぱいいると思うんですけども、実はですね、いけるんですよ。志村、オッケー。今の本当に志村状態だったな。もう戻れない。外に出ました。Мне кажется, я что-то слышал оттуда. やばい、もう弾がないじゃないか。UAP を使うしかないのか。お、弾が手に入った。このステージは何をするかというと、いまいちよくわかんない。そう、なんだろう。あれもたまないし、ちょっと。お、ショットガンが手に入った。またショットガンかよ。だからショットガンをうまく使っていこう。で、このステージどういう目的なのかいまいちよく分かって、まあ、で進めていきたいなと、そういうふうに思います。イエーイ、乗ってるかーい。ヘイ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 っていうユニコーンじゃない、なんだっけ。ヘイ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 バンド、エアロスミス違うと思うけど。で、なんかここの電源、わあ、忘れてた。実際こういうマシンガンいるんでしょうかね。近未来的な、その敵を見つけたら勝手に、Yourself some time, but the boat is still on course. You need to
なんか会長らしき人からちょっと命令みたいな、命令っていうかなんかグッジョーって言ったんだけど、船内放送ですかね、船内放送したらバレちゃうんじゃないですか。お前かで通れない。ここどうすんだ、こっちでいい、よかったっすね。あ、こっから入れんのか、誰かいる。使っていくしかないか。お、なんか手に入れました。デザートイーグルですね。でも弾が7発しかないんで、ここは UMP を有効化していきましょう。まだいる。はい。壊したやつか、あれ。あ、これさっきの場所ですね。さっき自分が侵入してきた。そこですね、ここ。あ、だから回復がここにあったのか。で、こっち側に進むと。ん？またゴキブリちゃんですか？ダートイーグルの弾がだんだん溜まってきます。あ、でもまだ少ないか。もうちょっと溜まってから。あ、使うのもったいなくなってきたな。さっきから97とか、そんぐらいしか使ってない。97。おぉ、いるな。おぉ。お前か、ブルータス、お前もか。うわぁ、ちょっと待って、今な、誰かの肉吹っ飛んだ。オッケー。じゃあ進んでいきましょう。誰かいた。なんでお前そんなとこ、これは懐かしのイタリの。海は流れてる。調子に乗りすぎた。あ、こっちありますね。で、今回ちょっと試したい裏技、試したいというか、皆さんにおすすめできるかどうかわかんない裏技があるんで、できる限り HP は満タンに進んでいくと考えているので、なるべくダメージを受けないように頑張ろうと思います。使っていいかな、これ。使おう。どうせ戻ってこないしね。あー、ここか。すいません、ちょっとクイックセーブさせてください。で、ここですね。シークレットがあるんですよ。いけっかな。おりゃ。こう登れた。おりゃ。なんか、なりましたね。で、ここから問題なんだよ。おりゃー。落ちた。難しい。シークレットがあるんですよ。ちょっと頑張らせていただきます。よし、オッケー。で、こっからが問題なんだよ。
から走ってジャンプ。どこ誰か撃ってる、誰か撃ってきてるけど対抗できない。いた、倒したし、え、倒してない。どっから よし、取れた。オッケー。するとここ、さっき扉閉まってたんですけども、ここに行くと、じゃ、じゃじゃん、エリートが手に入ります。じゃ、せっかくだからエリートを使って頑張っていきましょうかね。じゃあさ、お前か、さっきから。誰かが2点バーストしながらやると、その、なんだ、エリートは使いやすいよっていう。喋ってくれてたんで、いっぱいいる。ダメよ。しかも食らってないんじゃない。おお。今時こういうこういうテロリストは刀とか持ってるんですかね。ショットガン全く使ってない。ザ・ストリーティー。で、この上実はですね、何かあるの見えますかね。あれを取りたいんです。そう、取るために実はここのマストみたいなやつ登れるんですよ。ずっとそこに回復があるので取ります。中に見逃したかな、いいかな、ここ中入っちゃう。いっぱいで、なるべく HP とかヘルスを100、このステージは100にしていきたいんですよね。だからちょっと頑張ろうかな。ああ、回復する前に、まあいいや、多分あるだろう。何もなかった。おそらく大丈夫だとは思う。おお、来てしまった。大丈夫かな。ここなんですよね、問題の裏技っていうところは。で、こっち側にですね、一応ヘルス回復するものがあるんですけども、そこは無視してます。ここ来たらここに入れて、あ、失敗した。失敗したんで一回死にます。で、ここなんですよ、ここなんですけどね、ここを来たらここに向かってグレネードを入れて下がる。やっぱりやってしまったか。うまくいかないもんだ。うまくいけばですね、楽しいんですよ。やっぱり HP68 は厳しいかな。よし、うまくいった。まあ、あそこで何が起こったかと言いますとですね、まあ、さっきあそこの空間すごいいっぱいたくさんの敵がいたと思うんですけども、その大半がさっきの爆発で消えているはずなんですよ。ほら、ここにいた敵も吹っ飛んでるんですよ。それはなぜかというと、多分ここになんか起爆装置みたいなのがあるんですよ。で、ここに向かってグレネードを入れると、ここにいる敵全体が壊せてしまう、倒せてしまうというバグなのか、それとも公式が用意したなんかギミックなのかわからないんですけど、まあ皆さんに紹介しておきます。で、もうそろそろ終わりが近づいてきます。
今回の動画は何分ぐらいになるの？できればね、倒せなかった。できれば20分ぐらいで収めたいんですよ、容量的にも。お、なんか懐かしい。誰もいないです。HP100 か。で、デザートイーグル。これを使って。で、ここでアウプカテに入ります。ここのステージ唯一のアウプです。しかも、人には全く撃ってしまって。ここずっと覗いておくと。ヘリですね。なんかヘリコプターのプロペラ今なかったですけど大丈夫かな。あいつを倒さなきゃいけない。しかもすごい強いです。おい、HP1!1だ!ちょっと待って、やばいよ。あ、しかも壊したし、早い。さすが、5周目。ありがとうございます。今回の実況はこちらで終わりです。失礼します。お疲れ様です。